と待って、心の準備は。喉からこれ。何かを忘れちゃう。あら、パンティー入ってないわ。反応が。なんか今、キョンジェジェさんそこで。カエルの置物、カエルの置物みたいな。そんな失礼ない。失礼ですよね。あの、これ録画してるからちょっと今日の説明します。今日は2時45分お客さん入り、ミュージシャンは2時半入りで、私は2時半の時点で寝てました。ああピンポンで起こされた。しかも下向いて枕に固めつけて、こっち目がいいままなんかも。ああ今日に限って2時7分にここ着きました。あ私も2時10分に着きました。早い早い早い。ちょっと待ってよ、もうまだ俺半分寝てるんやけど。ビッグリバーズ、ホライト涙の大川ワールド、10日間、千秋楽です。諸事情により、そして開店して、みんな店の中入ってきたら、蜂だらけで、みんな蜂駆除で走り回ったという、そんな蜂たないことをしました。あれよ。みんな、全然。では、もう始めていいですか。はい。ソロはあのこうね、はい、こう、はい、何にも今初めてこの店で音出します。本番の鳥原さんが一緒という。そして何か言い忘れてないかな。これで始まってええんやな。じゃあいきますよ。はい、ワン・ツー・スリー・フォー。Thank you.
とうございます。波乱万丈の千秋楽幕開けですが、なんとか始まりました。今前の女性3人ボーカリスト、皆さん自分の意思でボーカリストになろうと決心したんでしょう。誰かに強制されてボーカリストになったのではありません。人前で歌っているとね、いろんなこと言われます。バカにもされます。もう悔しくて朝まで一睡もできないことも何度もあります。全員経験してるはずです。もう他人というのはね、簡単に人をけなしますからね、無責任にね。でも自分の意思でミュージシャンになろうとしたのですから、何があっても、どんな辛いことがあっても一生歌い続けてください。私も歌い続けます。あの手にゴキブリが止まったよりはマシだと思うけどね。ブンブンブン。もう今日はもう時間無視ね。もう予定もクソもありません。皆さんこの後5時から友達とお約束してる人はもうそれは諦めてください。帰っちゃダメなの。今日5時にシュートメさんが亡くなる予定の人は諦めてください。もう死に目には会えませんから。何を言うねん。散歩道、今回のこのセットリストはビッグリバーズベストヒットナンバー、過去作った曲、我々で作った曲が今ちょうど170曲あります。その中で多分一番人気があるであろう曲ばっかり集めました。その中でも散歩道はすごい人気ですね。初めて聴いた人もなんかすごい感動してくれます。ミツバチちゃう散歩道は。ちょっと終章か。すごいね。終で怖いな。あれ始めるいや、しっぽとんと落ちるやろ。そこに止まってる。あ、行っちゃった。今大きいその一匹だけです。飲み物ちょっとやってます。飲み物お母さん飲み物どかしてもいい。これな、別に自分の体に塩をかけるんやろ。そう簡単に。そう簡単に。そう。どこにおんの？仕事行くの？いや、もう見失っちゃった。敵も隠れとるんだ、どっかに。何動きが？スパイダーマンみたいな。お、あ、こっち。お、ここか、ここか。僕じゃないです、僕じゃないです。僕じゃないです。僕じゃないです。ギターの音がすると飛ぶんだよ。あ、本当マジ？本当？落ちた。
神田川の塾で塾で希望したんですよ。本当さっき。ああ。状態ね。復活。やっぱ暑くなってきたから。良かったですね。外になる。だけとは思えない。うん。ああね。いや、えらいことは分かってる。ああ、ありがとうございます。全然。一曲ごとにこういう寸劇があります。なんと集中できないライブやこれ。あ、また一匹。あ、また来た。あ、これは怖い。それそれ。あ、それでかい。この中に。いや、これはチャンスや。あー、なるほど。はい。振り注ぐ。まだ生きてる。いや。あれ、もう一匹。落ちた。あー。そっちも、そっちも。そっちも、大量に。これ、あれ、もう一個。マーク入った。あー、そこそこそこ。じゃあ、これ今かけたやつ。いや、ここにいるけど踏みたくない。踏みたくない。落ちた、落ちた。まさか、こっちにも踏んでください。ここ。今、そんなに重いんですか？回してた。どうなんだろう。あなた、くぐり抜けてこれでいいかね。ちょっと中見てみようか。うわーって見るの怖い。ガム手でこう貼っちゃいます。っていうかね、そこね、隅っこから入ってこれんだよね、そこから。あ、こういうとこで。どこだっけ。ドアの操作。多分あいつらね、細いところまで擦り抜けてくるってある。そうですね。恐怖の赤ちゃん。そのうち。仕事した。すごい。じゃあ次の曲はゴーストバスターズ。なんかこれ私あれ私の水どうしたっけ。これ私のか。これ。すみません。あれなんじゃない。あの棒にこうガムテープ貼ってペッ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 。あの俺らが見つけてないけどこう止まって隠れてたんやろな。で音楽があまりにもいたら、気が浮いてきて、なんだシューってかけられるし、お前だが、今度俺にいっぱい10匹ぐらい。こんな息切れるライブないで。行かなしゃあないね。いつまでも母言ってられる。まだ気持ちがやってない。あれ何ですか。いや私の曲はね、こういう日にかけて、今日にかけて MC 長い。私の曲は人が生まれてから死ぬまでの一生を綴った曲がいっぱいあります。その第一号は散歩道です。なんていうかマイウェイのような人生を語る曲ですね。行こうか。ワン、ツー、スリー、フォー。細い静かな散歩道、あれから何度二人一緒に歩いたことだろう。子供が生まれて
散歩道貧乏だったけど楽しかった小さな家族の始まり出会った頃も蜂が飛んでた細い静かな散歩道あれから何度家族揃って歩いたことだろう孫が生まれて手を取り歩いた散歩道景色は少し変わったけれど君は今も変わらない出会った頃が懐かしい細い静かな散歩道いつも往復馴染みの犬会わなくなってしまったみんな巣立ってゆきまた二人きりの散歩道嬉しい時も悲しい時も二人で歩いた散歩道出会った頃より長く感じる細い静かな散歩道これから何度も二人一緒に歩けはしないだろう夢の中で君と微笑み歩く散歩道私の生まれ長く生きて歩いてほしい散歩道君が一人でとぼとぼ歩く細い静かな散歩道姿はなくても私も一緒に歩いているよ君が一人ごとで話しかける散歩道ここにいるよ隣にいるよ君と一緒に歩いてる
もっともっと君を愛してる。ソロ中に一匹殺しちゃった俺、何匹殺すか数える後でな。もうすでに次は、ゆみこちゃんと私が初めて作った曲。今日だいたい全部ね、何か知らんけど1曲目、大輔と作った曲も今の1曲目、次のビッグリバーもゆみこちゃんと作った1曲目、ワンコーも次元と作った1曲目でね、1曲目ってみんな、なんていうのかな、すっごい要素、集中力を全部出してしまって、それ以後はダサく1曲目があまりにも良すぎる。これはなんかここで飲んでて、ゆみこちゃんに俺のために1曲を書いてくれって初めてね、言った時にゆみこちゃん、早速明るい日に譜面を送ってきてくれました。優秀ですね。しかもいい曲そしてどんな歌詞をつけようか、さっきの散歩道もさっきメロディーが来て、一体どんな歌詞つけようかなって、結構みんな俺が歌詞書いてこうやっておいとメロディーつけろって頼んだと思ってるやろ。ちゃめやでちゃめやで、ビッグデバー行こうか。じゃあゆみこちゃんのテンポで、
さっぱりわかりません。今俺
ゆっくりは歌ったよな。次は素直に。素直には新しい曲です。去年作りました。はあ、なんか落ち着かんな。あ、いる。あ、いるいるいる。おっとおっと。おっとおっと。いいか。なんか今俺の頭誰かこついたけど、コーンってほら。ああ。止まってた今。もういいか、やってまおうか。やれますか。よし。
ララ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 ラLa la 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 Yo la 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 son これぐらいにしとったの La 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 laの状態の黒いのがいっぱい出てきた。あれ気持ち悪いよね。今日は皆さん、あの、漏れなく蜂の死骸を持って帰りますので。どうする方は。蜂の死骸あるんだよね。ちょうど多分、こういう後ろね、死骸があるんですね。入りたい方に。来た。うわ、目の前。これな、仲間殺されたらやってくるとかあるよな。あ、そうなんですか。すいません、すいません。どこ行っちゃった。よかった。上に行った。本当に一曲ごとにしてな。あ、今、ここに降りてきました。あ、エフェクターが。口の中ポッと入ってきてる。面白いやろ。だいぶ歩いてるもんな。やっぱ、床さん、床。足元に。変な、くるくる回るで。ほらほら。すごいライブやな。僕はあのなんかまるでウクライナでライブやってるような感じやな。爆弾が飛んでくる。次何ですか。ワンコーですか。え、今素直にやったな。ちょっと。せめて身内ぐらい返事してくれよ。ワンコですよ。シーン。他に気を取られて。悪いな。蜂殺す時だけ協力する。ワンコは次元と私が作った第一曲目、長編物語1時間半の長編ね、
長編物語コッペパンっていう中の最後に歌う曲です。ワンコはもうヨボヨボ、飼い主のおじいさんもヨボヨボ、二人は大道芸人です。じいさんがハーモニカを吹いてワンコはこう踊って投げ銭をもらって生活をしています。家はありません、テント暮らしね。行こうか。はい。
微笑む。どこかで聞こえる。天国で
amigo armónica Juanco Danzu二人は今日も天国でいぶし銀の芸を披露していることでしょう。ありがとうございました。渡り鳥、これは加藤泉さんと作った1曲目ではないんですね。5曲目かな、4曲目です。まあ今回はベストアルバムということで、私的には泉ちゃんと作った中でこれが一番好きかな。他にもいい曲いっぱいあるけどね。渡り鳥というのは男がね、昔々好きだった女の子、初恋の女の子にもう一度会いたいな、あの子はどうしてんのかな、それを渡り鳥に話しかけます。ワン、ツI don't
I'm not afraid to die.
どこで何しているのだろうか。元気なのかな。苦労してないか。もし幸せするかもね。一緒に誰か。最後の曲です。最後はゆかぴーと作った曲、舞台はこの店です。価値あるものは最後は何でも潰れます。なくなります。永遠というものはありません。この店もいつかなくなります。どうか。何よりも
音楽を大切に、孤独な回転だった、見知らぬ東京で誰も来ない、幾度もあったけど、愛する音楽、それだけを信じ続け、類は友呼び、ミュージシャン、お客さん、みんなに囲まれ、狭い店でも気分は東中野ドーム、求めて
楽を買い切に愛する音楽それだけは信じ続けるいは友及び飢えた仲間みんな精いっぱい力を出してきた自分I'm not afraid to die.
としてはないはずなのに。少年のように胸がときめく。人目気にせず思いっきり抱きしめて。
泉たくさんの蜂たち僕は走る私ジージーって言ってましたよね。ジージーバーバーって。